デジタルっていうのがやっぱり今ここ15年ぐらいで一気に世界中に広まったと思うんですけど、そういう情報化された世界と、実際の現実とっていうのを行き来するような、どちらでもないようなものを彫刻にしているような気がします。これは今年の8月に大阪で発表したコンテンポラリーダンスで、ベルギーの振付師のダミアン・ジャレという人と一緒に作ったものです。噴火口のような形をした白い造形の上をステージとして、そこに白い液体が池のようになっている。あの3人のダンサーが出てきて25分間ずっと首が見えないポーズで踊り続けるというものです。ダンサーの中でエミリオスという人が中心的な存在としてあって、彼のそのヘッドレスのポーズを 3D スキャンして、でそのデータの中で本当に首から上をなくしてしまって、スカルプチャーというのを作ろうと。このビデオを見た人が奥の部屋に行くと実際その彫刻と出会えるというふうに構成しています。まあ、プレヒューマンみたいなものを感じさせるし、そのなんか人間の存在が別の存在に見えるような瞬間があると思います。ピクセルっていうのはピクチャーと細胞のセルっていう意味と合わせて、このシリーズ2000年に始めたんですね。でその頃自分は学生だったんですが、下宿にインターネットを初めて通って、初めてそのインターネットを使ってみた経験を彫刻にしたいなと思ったのがきっかけです。方法としてはキーワードの検索でインターネットの中でモチーフを探すんですね。でその中で出てきたものを実際に取り寄せて、表面にクリスタルガラスの球体を貼り付けて、動物の剥製っていうものをインターネットで探し始めると、日本では動物の剥製は圧倒的に鹿が多かった。鹿というのはもともと日本の神社仏閣で神様の使いとして、今あの日本は本当に鹿が増えすぎていて、あの政府が駆除してるぐらい増えちゃってるんですよ。自然から何かをこちらに伝えようとしているようにも見えたんですね。鹿の剥製がモチーフの中心にはなっています。動物の剥製っていうものをインターネットで初めて見た時に、それが生きてるか死んでるか分からなかったんですよ。でそれがある意味不気味で、インターネットの本質を示しているように感じたんです。ガラスの玉っていうのはレンズなんですね。表面が拡大されてテクスチャーとかリアリティっていうのが閉じ込められていて、レンズを通してしか物が見えない状態にしていくっていうことで、この時代を象徴する彫刻になったんじゃないかなと思います。モーメントの場合は重力の影響を受けていて、まあすごく単純な装置でタンクにインクを詰めて、でその下に細い針先をつけるんです。すごい細い線でインクが出てくる状態にして、でタンクを揺らす。そうするとタンクが自重で振り子運動をするので、で紙も動かすんですけど、それでその振り子運動と自分自身の運動を一つ合わせて紙の上に定着させるっていうことをやっています。だからその瞬間の動きっていうものがこの紙の画面の中に捉えられているということを感じてほしいなと思います。ダイレクションっていうのはペインティングなんですが、実際は壁にキャンバスを貼って、それを少し斜めにして、でそこに絵の具をボトルから流して、流れる力を使って描いています。流れていく跡を視覚化したんですけど、それは空間にある力を取り出すようなことだなと思ったんですね。つまり全ての線は一つの方向に向かっていて、それはつまり地球の中心を向かっているんですね。